ごはんちゃん、勉強は進んでるだか？うん、どうかな。なめくせに言ってる間、結局あんまり勉強さできなかったみてえだし、遅れた分を取り戻さねえと。でも、ちょっと詰め込みすぎちゃって、頭がパンクしちゃいそうだよ。しょうがねえな。まあ気分転換も必要かもしんねえし、ちょっとくらいなら息抜きに出かけてもいいべ。それじゃ、ちょっと出かけてくるね。あまり遅くなるでねえぞ、ごはんちゃん。フリーザとの戦いからおよそ1年半余りの時が過ぎた。孫悟空は未だ地球には戻ってきていなかったが、地球には平穏な時間が流れていた。しかしその平穏も今破られようとしていた。地球に近づく邪悪な気配によって。みんな集まってた。クリリンさん、気づいてますか？フリーザともう一つのフリーザによく似た大きな木に。ああ、そりゃな、気づかないわけないだろう。こんなにでかい派手な木に。大変なことになったな。フリーザなのか？ああ、そうらしい。貴様ら、喋ってる前にさっさと戦闘力を消せ、マヌケめ。奴らはスカウターを持っているんだ。あのナメック星人はとっくにそうしている。さすがだ。ピッコロ、来たぞ。あっちに降りた。間違いない、フリーザだ。生きていた。やっぱりフリーザの他にもう一人嫌がる。いいか、貴様ら、飛ぶんじゃないぞ。スカウターで探られんように歩いて近づくんだ。お前たち、あんな強い気を持つやつと戦っていたのか。冗談じゃないぜ。近づいていってどうしようってんだ。だったらどうする。ここで腐ってるか。好きにしろ。どうしようもないのはみんな知ってるんだ。はっきり言ってやろうか。これで地球は終わりだ。どうしてこんなことに。近づけば近づくほど空気が重くなってきやがる。そろそろ奴らの宇宙船だ。準備はいいな。悪くない星だ。その孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間待つのか、フリーザ。もちろんだよ、パパ。だけどあいつが来た時悔しがらせてやりたいから、地球人を皆殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。フリーザ一刀両断。未来から来た謎の少年。殺しに来たって？僕たちを？片付けろ。は
ほほう、なかなかやるじゃないか。初めから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように甘くはない。孫悟空、なるほど、貴様もあいつの仲間か。会ったことはない、知っているだけだ。やれやれ、貴様が部下を殺してしまったおかげでこのフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なーに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない、僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。はあ、なぜだ。フリーザー、バカな。怒ってんだ。行ってみるしかあるまい。あの人ですよね。気を抜くなよ、何やってくるかわからないからな。これから孫悟空さんを出迎えに行きます。一緒に行きませんか。なんでお父さんのこと。このすぐ近くですから、僕についてきてください。どうする。僕はあの人について行ってみます。行ってやるか、奴の正体を暴いてやる。知ってるんですか。実は僕も話で聞いたことがあるだけで、会ったことはないんです。え、そうなんですか。ねえ、なんで孫くんが戻ってくる時間が分かってるわけ。それはすみません、言えないんです。フリーザを倒した時あなたはスーパーサイヤ人でしたよね。あれってどうやって。すみません、なぜなれるのかは言えません。名前は。それもちょっと。それも言えないの。それじゃあ年は。年は17です。年齢は言えるんだ。すみません、年齢以外はちょっと言えないんです。ふーん、まあいいわ、地球を救ってくれたことには変わりないんだし。孫悟空さんが到着するまであと3時間近くあります。もう少し待っててください。そろそろ到着するはずです。悟空、お父さん、どうやっ
ってオラのことが分かったんだ。この子がここに帰ってくるって教えてくれたの。誰だ？この子知らないって。全然？おう、全然知らねえ。それにしてもフリーザたち倒したのは誰だ？すんげえ気だったな。フリーザたちもそいつがやったんだ。スーパーサイヤ人になってあっという間にな。スーパーサイヤ人に？孫さん、実はお話があります。二人だけで。オラと？そりゃいいけど。なんだよ、俺たちには内緒ってわけか。悪いな。みんなちょっと待っててくれ。孫さんは自分の意思でスーパーサイヤ人になることができますか？うん、最初はダメだったが、今コントロールできるようになった。今ここでなっていただけませんか？お願いします。わかった。これでいいのか？で、どうするんだ？じゃあ、僕もスーパーサイヤ人に。僕と戦ってください。本気でいきます。わかった。さすがです。噂は本当でした。いや、それ以上です。あなたには全てをお話しします。これからお話しすることは全てあなたの心の中にしまっておいてください。わかった。安心して喋ってくれ。ほら、口の家庭法だ。この時代のあなたたちには信じられないかもしれませんが、僕は約20年後の未来からタイムマシンに乗ってやってきたんです。未来から？20年後の？名前はトランクス。あそこにいるベジータさんの息子です。ベジータも？似てる。そういや、似てるや。今から2年半後に僕は生まれるんです。でもそんな話をしに来たわけじゃありません。ぜひあなたに知っておいてほしい重大なことが。ああ今のこの時代から3年後5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島に凄まじいパワーを持った恐ろしい2人組が現れます。何者だ？宇宙人なんか？いえ、この地球で生み出された人造人間というやつです。作り上げたのは元レッドリボン軍のマッドサイエンティスト、ドクターゲロ。レッドリボン軍？そうです。軍そのものはあなたがその昔叩き潰したらしいですが。ああ、オラがガキの頃にな。あん時一番悪いやつも倒したから、てっきり全部なくなったもんだと思ってた。それが残念なことにドクターゲロは生き残り研究を続けていたんです。何のためだ？例によって世界征服が目的か？よくは分かりませんが、少なくともドクターゲロの狙いはそうだったと思います。しかし究極の殺人マシンとして作られた二人の人造人間は生みの親のドクターゲロを殺してしまった。つまりただ殺戮と破壊だけを楽しみとする人造人間だけが残ってしまったんです。相手は二人。一対一でも僕は逃げるのがやっとでした。待てよ、おめえの味方いません。20年後に戦士は僕一人しか残っていないんです。3年後の戦いであそこにいる父もクリリンさんもピッコロさんも他の皆さんも殺されてしまったんです。かろうじて逃げ延びたゴハンさんも僕に戦いを教えてくれた後4年前に。あなたも知っておられるようにピッコロさんが死んでドラゴンボールもなくなってしまい、誰も生き返ることができなくなってしまったんです。年月をかけ楽しみながら命を奪っていく人造人間のせいで
未来の世界は地獄のようなものです。強すぎる、強すぎるんですよ、奴らは。ま、待てよ、オラもやられちまったんか。あなたは戦ってない。今から間もなくウイルス性の心臓病に侵されて死んでしまうんです。え、めったな、先祖も病気には効かんねんか。くそー、死んじまうんか。悔しいな、戦えてよそいつらと。戦えないのが残念なんですか？恐怖はないのですか？そりゃ怖えけんどよ、すげえ強えやつらなんだろ。やってみてよな。なるほど、あなたはやはり本物のサイヤ人の戦士だ。症状が現れたらこれを飲んでください。約20年後には特効薬があるんです。この薬であなたは死なずに済みます。本当か、やったサンキュー。本当はこういうことはまずいんです。歴史を変えてしまうことになってですが、あんな歴史なら母さんもあなたなら必ず何とかしてくださると信じて、やっとタイムマシンを完成させてくれたんです。おめえの母ちゃん、オラのこと知ってんか。はい、よく。そういや、さっきタイムマシン作ったって言って、オラの知ってるやつでそんなことできんのは、まさかその母ちゃんって。はい、あそこにいる。どさー、ブルマが、今のが一番驚いた。あいつ絶対ヤムチャとくっつくと思ってたに、よりによってあのベジータと。わかんねえな。あのこのことは特に絶対に内緒にしておいてくださいね。下手をすると僕は存在そのものがなくなってしまって。ああ、わかった。では僕はそろそろ元の時代に帰ります。早く母さんを安心させてあげたいし。また会えか。タイムマシンの往復分のエネルギーを得るにはかなりの時間が必要なんですが、もし生きていられたら必ず応援に来ます。3年後に。生きろよ、いい目標ができた。こっちもそのつもりで3年間たっぷりと修行するさ。